モデルのローラが今度はインスタグラムで動物保護を訴え、ネットユーザーから支障を買っているようだ。1月25日に更新されたインスタでローラは、ストーリー機能で、サイの親子の写真を投稿。加えて、保護された犬と猫の写真もアップし、とても愛くるしい保護犬と保護猫ちゃんがたくさんやってきたんだ。みんな優しいご主人様を探しているの。動物ちゃんたちを幸せにしてあげよう、と訴えた。しかし、これに、ローラは毛皮製品はつないのか、ほんとどうしちゃったのこの人、どこを目指しているのか、と、動物保護自体は重要としながらも、それを声高に訴えるローラに対しては冷めた声が上がったんです。ネットウォッチアーツ、ローラは昨年末、沖縄の普天間基地飛行場の辺のフルへの移設反対署名を呼びかけ、賛同の声の一方で、偽善者、売名行為だ、とブーイングの声も上がるなど応援状をしたばかり。ところが、総監を置かずに、再び、啓発的な内容の主張を発表し始めたというわけだ。最近では1月10日にもアフリカゾウの動画を投稿し、今は密漁によってゾウの数がすごく減ってきているんだ。どうかゾウ下製品を買う人が少なくなりますようにと呼びかけている。そんなことから、今度は動物保護かと呆れた声が上がっているのだ。単なるハリウッド女優の真似事とも揶揄されていますが、そのアメリカでの活動も先行き不透明。さらに拠点を向こうに移した経緯には、所属事務所と揉めた騒動もあったために、全方位へのアピール以上のものではない行為と見られても仕方ありませんね。それなりに勉強した上での発言だと信じたいですが、もし、専門知識もない状態で中途半端に事前家を装い続けるようなことがあれば、日米双方で芸能活動の場がさらに狭まる可能性もあります。芸能記者、果たしてローラは、どこ